ところにお店出てるんだ。いらっしゃいませ、フロッケのお店にようこそ。こんにちは、少し見ていってもいい？はい、どうぞどうぞ、ぜひ見ていってください。いろいろ取り揃えております。これは魚だよね？はい、海で獲れたお魚をお日様に当てて干したものです。脂が乗ってて肉厚ですよ。へえ、あ、そっか、海のすぐ近くだもんね。なるほど。私ずっと山の中に住んでたから、小さい川魚くらいしか見たことなくって。なるほど、遠くからいらっしゃったのですね。干したお魚なら日持ちもしますから、オートのお土産にいかがですか？ううん、しばらくはオートにいるつもりなんだ。でも候補には入れておくね。わかりました、その時はぜひまたいらしてください。あ、何も買わないのに長々ごめんね。せっかくだから何か。大丈夫です、今日は顔だけでも覚えていただければ。いつもオートの近くでお店を出していますから、またぜひ寄っていってくださいね。それではフロッケは売り場を移動します。結構見て回ったし、広場に戻ろうかな。ん？これさっきの子の。届けてあげなきゃ。あれ、フロッケいないじゃん。今日はこの辺りでって言ってたのに。ねえ、この辺でお店出してる女の子いなかった？あ、さっきまでいたんですけど、売り場を移動すると言って。あっちゃあ、入れ違いになっちゃったか。あの、その子の知り合いの方ですよね。実は、移動するときにこれを忘れていったみたいで。おお、確かに、フロッケがいつも使ってるやつ。よければその子に届けてもらえたらなって。わざわざ拾ってくれたんだ。あんたは超親切だね。いいよ、届けとく。よろしくお願いします。よかった。あと一応忠告しとくけど、この先はちょいと治安が悪いから、あんまり近づかないようにね。さあ、悪い奴に絡まれないうちに、さっさと行った行った。はい、ありがとうございます。そろそろいい時間かな。カフェに戻ってみよっと。